人間成功したいことにとってはすごい簡単だけどすごく難しい。成功する人間がまず情を大事にする。情、人間の情。何が情？親の情を大事にするの。成功失敗する人間が10人9人調べると大体親不幸に多い。親を大事にしなければ成功したいなんか聞いたことないよ。あと必ず罰当たる。あなた生まれてくれる親なのに尊厳してあげない限りどうやって天からあなた成功させるの。怪しいじゃん。もし成功したら危ないよ。人間何もいいことをやってない、親孝行しないの人間、いきなりすごく良くなる人間は後で死ぬしかない。あれはね、人間の基盤的でない時に上でかくなった瞬間、いきなり例えばこの人勉強もしない、何もしない、今までいいことやってない、いきなり総理大臣やった瞬間すぐベタンコになっちゃうよ。陰徳ついてないから、アメリカのトランプみたい今言ってるけど、いきなりバーンって出た瞬間にバーンって倒すよ。今度は起こしたらもう大変終わり。人間は本当に基盤作って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 、なんで先生いっぱい不動産持ってるの。俺らいい形してるから、収まる、大丈夫。不動産ビル上に収んでも潰さない、体力がある、大丈夫よ。不動産行くなくても大丈夫です。大事、抑えるから。人間これは大事な基盤作らないと、この人いきなり急にさあいた瞬間にね、もし体力、精神力、陰徳が足りない時に潰しちゃう。だからこそ人間の欲と基盤作りなさいよ。自分人生の中にまず欲を知る。さっき言った時に人生成功の親子子、親と情をつながない人間、次はもっと行くときに行くの兄弟の情。親生まれてくれると人間が兄弟、兄弟でも喧嘩する人間が友達やね、絶対うまくいかない。親と喧嘩する人間、自分の上司はうまくいかない。自分のお母さん愛しない人間は女房も愛しない。人間がそういうつながりです。自分の家がきれいに掃除しない人間が環境をきれいにすること嘘だよ。自分の欲も知らない人間、他人の欲を見ると嫌いことになる。あ、見たことないから、なんでこの人欲が自分想像以上くらい、そんなはずが見たことない。な、自分欲ない。だからあなたなんでいっぱい不動産持ってるんですか。悲しい話、そのバカな話で意味わかる。おかしいな話、なんてことないよ。人間生きる夢、人間生きると自分希望、やりたいことあれば達成すること、欲力の力、欲力というね、人類新しい名前で欲力、欲力すべて人間生きると基盤として